1。よろしくお願いしますわ。ブルーランプが消えました。3秒前、第43回群馬テレビ杯優勝戦スタートしました。ゼロハンバスイッチ1が立ち遅れました。 20m 3車は下りスタートになっています。まず1コーナー取ったのは1番の北渡瀬行った。2番手が2番の首都駅をスタート残した。さあ前輪かけようとしましたが北渡瀬残しました。3番手から4番岩佐が首都をまぐっていく。さあこの弾丸まくりは決まるか。4番の岩佐博士思想タイマー2番の手出ている。4番の岩佐が果敢なまくりを放っていく。これが決まったか。岩佐が2番手上がりました。早川聖太郎現在6番手に上がっています。その後が鈴木よし5番の片山最高峰に交代しました。さあ北渡瀬に襲いかかるのは4番の岩佐博士。岩佐が2番手宍戸も3番手粘っている。中段は混戦となっている。外回る鈴木誠一6番の吉田がいる。早川聖太郎君の前には3車の壁が出来上がっている。さあ早川聖太郎前の壁をどう見ているのか。現在まだ中段だ。前が混戦となっている。残りは3周回。早川聖太郎ここで一向勢と切り込んでいく。一気に4番手から3番手あたり伺う早川聖太郎。先頭は1番の北川。6八1720円、2連複6と8の組み合わせ420円、3連単6八1810円、3連複1と6と8の組み合わせ800。結果を発表します。ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。